シヌサルウムは、セネガルの地域の一つで、北をプティットコート、南をガンビア国境に挟まれている。面積は2万4000平方キロメートルで、セネガル全土のおよそ12%に該当し、その人口は1990年代には、約106万人だった。シヌサルウム西部の大西洋沿岸部には、サルウム川の川口部に形成された低湿地帯。 いわゆるサルウムデルタが広がっており、その中に含まれるサルウムデルタ国立公園とその周辺の計1460平方キロメートル程度が2011年にユネスコの世界遺産リストに登録された。サルウム側はその流れの看板さゆえにかなり内陸まで海水が遡上する。かつてはシヌ王国とサルウム王国という二つのセレール人国家が対立していた。 1984年にシヌサルウムはカオラック州とファティック州という二つの州に分けられた。2000年代の主産業は漁業、生炎、落花生や当人ビへの栽培などである。派生的な産業としては漁船作りが行われている。河川で多くの島々に分かれている地域などは輸送面で困難を抱えている。サルウムの塩用シヌサルウムの多くは マングローブの茂る低湿地帯である。河川の上流部はサヘル地帯に隣接しており、砂漠化の影響にさらされている。1970年代の河水の塩分濃度の上昇は、サヘルが干ばつに見舞われたことを示すもので、要因の一つとして上流の管理ミスが挙げられている。マングローブ林が消えていっただけでなく、そこで暮らす淡水魚も消えていった。 シヌサルームの村々は淡水を手に入れることが難しくなった。国際的な支援団体の中には溶水機の類を寄贈してくれるものもあったが、故障した時には代替部品の入手が困難である。塩分の濃度の上昇は生態系に影響を及ぼし、地域住民の生活様式を変化させている。シヌサルームはヨーロッパのナウテの船乗りたちにも恐れられていた。 というのは、特にサンゴマールでは、さすが移動するからである。よそ者にとっての、こうした危険は、地域を長い間守り、個性的な存落を保持してきたのである。ありがとうございます。